攻撃力が持ち味だと思うので、その自分の持ち味を生かしつつも、そのチームとしての役割っていうのをしっかりと考えて、このチームに来てよかったなって思ってもらえるようにしたいなと思います。悲願のプレミアリーグ昇格へ、今シーズンの PFU ブルーキャッツから目が離せません。江畑選手は現在右足首故障していまして、試合への復帰は未定とのことなんですが、一日も早いコートでの活躍を期待したいですね。以上、県内スポーツでした。